テレト。久々の橋本ディレクターの理系通信、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回もですね、気になるサイエンスニュースをコンパクトにお伝えしていきたいと思います。はい、私も知的に見えるように今回からメガネを着用いたします。似合ってます。でもまずは筋トレに関するニュースなんですよね。はい、はい、筋トレマニアだとさっき聞いたんですけど、そうなんです、私も筋トレ女子としてはこの話題は非常に興味があるのでよろしくお願いします。片腕を鍛えたらもう片方の腕の筋力もアップする。そうですね、筋トレしていない腕の方も筋力がアップするということなんですけれども、まあ、嘘のような話なんですけれども、はい、片腕を、まあ、ギプスのようなもので固定しますと、うん、で例えば、まあ、左手ですね、左腕で右腕をこうダンベルを使ってこう筋トレしますと、うん、でこれを続けるとどうなったかというと、まあ、普通に考えれば、はい、こっち固定してるんで全然動かしてないんで、ね、筋力下がりますよね。弱りますよね。はい、ただこう右腕をある方法でトレーニングするとこの固定していた方も筋力がアップするという研究成果ですね。そのある方法っていうのが気になります。はい、筋トレマニアなのでご存知かもしれないですけど、エキセントリック運動という運動をすれば知らない。なので、ちょっとまず前提の話をしますと、エキセントリック運動とコンセントリック運動というこの2つの運動がありまして、上腕二頭筋で言いますとこんな感じで、まあ、ダンベルを上げるとこの上腕二頭筋縮みますよね。はい、縮む方向の運動をコンセントリック運動と、で逆にこうダンベルを下ろすときですね、はい、ここ上腕二頭筋伸びますよね。はい、その伸ばす方向に動かす運動をエキセントリック運動というということなんですね。でエキセントリックなこの運動の方がいろいろと効果が高いということはこれまで研究で報告されているんです。そうですよね、最近の筋トレではよくこう縮む時よりもこっちの方をもっとゆっくり慎重にっていう流れになってきてます。そうなんですね。まあ、ここまでがこう前提ということなんですけれども、で今回そのエキセントリックな運動をこれ片腕やると固定していた方の筋力もアップしたという実験結果ということなんです。へー、本当ですか。でまあ、具体的にどういう実験をしたかというとですね、30人集めまして、はい、4週間にわたって片方の腕を1日あたり、まあ、8時間固定しましたと。で、実験対象となる人を3つのグループに分けまして、1つが特に筋トレしない、こっちも特に筋トレしない、うん、普通に過ごすグループと、はい、もう1つがこの動かせる方の腕をコンセントリックとエキセントリックな方法で筋トレしたグループと。まあ、これ普通ですよね、こうやって上げて下げて上げて下げて、はい、そして3つ目が片方の腕をエキセントリックな運動だけをしたくる、こっちだけ、はい、なのでまあ下げて、まあ、他の人にちょっと手伝ってもらって上げてもらって、でまた下げると、これだけをしたグループの3つに分けてその結果を効果を比較しました。うん、でその結果がですねこのグラフです。はい、はい、まず左に注目してください。はい、これ左はですね固定していない方の腕の筋力がどうなったのかというグラフです。はい、まあ、これに関しては予想通りというかですね、筋トレせずに普通に過ごしていたグループは、まあ、特に筋力は変わらずと、はい、まあ、そうだろうなと。でそして真ん中ですね、コンセントリックとエキセントリックを組み合わせたグループ、まあ、普通に筋トレしたグループは 13.7% 筋力がアップしたと。はい、で一番右ですね、これエキセントリックだけをしたグループに関しては 21.4% もこの動かしていた方の筋力がアップしたと。はい、まあ、いうことでこれは今までの研究成果と同じというか、はい、エキセントリックが一番効きますねという話なんですけれども、まあ、本題は右ですね、はい、こちらです。これは固定していた方の腕がどうなったのかというグラフなんですけれども、そのうちの左ですね、案の定これ普通に過ごしていたグループは腕をもちろんずっと固定していましたので、はい、筋力が 21.7% も落ちちゃいましたと。はい、そりゃそうだろうなと。で一方真ん中ですね、コンセントリックとエキセントリックを組み合わせたグループ、これは筋力ほぼ変わらずということで、まあ、筋力の衰えを防ぐ効果はあったんだなという結果で、うん、まあ、これはこれでなんかへえっていう、これでもなんか十分そうですね、しますよね。で最後右ですね、これエキセントリックな筋トレだけをしたグループは固定していた筋トレをしていない方の腕の筋力がなんと 12.7% も高まった、固定していない方ですが 12.7% も高まったという結果に。私昔骨折してギブスした時すごく細くなったんですけど、やっとけばよかった。いや、そういう結果ですよね。はい、でもそもそも片腕を鍛えるともう片方にいい影響を与えるってメカニズムがよくわからないです。そうですよね、私も本当謎だったので、著者の論文の著者の一人であるオーストラリアのですねエリス公安大学の野坂教授という方に直接聞いてみました。はい、それによりますと、まあ、正直まだ分かってないということなんですけれども、まあ、どうやら脳がまあ、ポイントだそうでして、ここ脳ですね、
まあ、例えばこう右腕を鍛えると、はい、左脳ですね、左脳のそれに対応する部分がですね、まあ、それを司る部分が右脳のそれにこう対となる部分にこう影響を与えて、そこから動かしてない方の筋肉にまあ信号を与えると、まあ、つまりあの鍛えてる方の筋肉と同じような信号をですね、うん、鍛えてない方にも与えて、そうですね、筋力がアップしたんじゃないかと見ているようで、まあ、まだこれ仮説ではあるんですけれども、まあ、そのように見てると。片方の腕に怪我を負ってしまって動かせない時のリハビリに良さそうですね。まあ、そうです、本当リハビリに本当良くてですね、で特にあの野坂教授の話を聞いていてですね、あのすごいなというふうに思ったんですね。脳卒中患者 あのリハビリなんですけれども、あの脳卒中の患者さんはですね、片半身が麻痺と、まあ、片麻痺ということによく、はい、あの起こるんですけれども、で現状のリハビリどうしてるかというとですね、極力元気な手は使わずに、はい、こう動かない手でなんか持ちましょうと、はい、物を持ってみましょうみたいなことをやってるんですけれども、まあ、これってまあ想像ですけど、相当こうストレスかかりますよね。この今までできてたのが全然できなくなってっていうのを、はい、まあ、これを今はリハビリとしてやってるんですけれども、はい、まあ、ただ今回の研究を応用してこう元気な方の腕で筋トレをすれば麻痺してた腕の筋力が上がると、まあ、これによって回復が早まるんじゃないかと。これに関してはですね、今実験の最中で仮説の段階なんですけれども、はい、こうやって広くリハビリへの応用が脳卒中に限らずですね、あの期待されるなという印象です。これはリハビリの常識が大きく変わるかもしれませんね。はい、そうですね、はい、はい、筋トレに関しては以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。